被害のあった広島市東区の歩道に来ています。こちらこのようにプランターが並べられているんですが、花の植わった状態でプランターが糊面の 2,3 メートル先の下に落とされた状態で発見されたということです。被害に遭ったのは広島市東区の桜並木の下に並べられているビオラやパンジーなどが植えられたプランターです。歩く人の憩いの場になればと有志で緑化活動を行う市民グループが並べたものです。被害が始まったのは今月8日、大切に育てていたパンジーのプランターが糊面に転倒した状態で見つかりました。プランターの管理をしている菅井充さんです。ショックでしたね。痛かったです。心がもうやる復旧するのは簡単なんですが、なんかこう花が生き物なんで、なんか蹴られたような気持ちでしたね、心を。警察に通報しましたが、その後も被害は続いたといいます。菅井さんによると、心配してくれた通行人と花を何度も元に戻しましたが、今月10日、12日、昨日とそれぞれ10個から20個のプランターが糊面の下に落とされた状態で発見されました。さらに付近に植えたオリーブが引き抜かれたり、もみの木が折られたりした状態で見つかっています。無時期なんで、ことをするなと、本当にやめていただきたいなっていう。そして今日午前5時半ごろ、連日続く花の被害を心配して様子を見に来た菅井さんは、またも20個近くのプランターが糊面の下に落下しているのを発見。今月に入ってこれで5回目の被害です。疲れが5倍来てました。もう肩ってかね、まただって、もうなんかもう呆れてしょうがないような感じだったですね。被害を受けた花の中には枯れてしまっているものもあります。皆さんこうやって取られる中を、やっぱ悲しい思いをされて取られるっていうのが一番良くないことで、本当はああ綺麗だねって言って通っていただきたいんですけど、こんな状況じゃない。どんな警察は周囲のパトロールなどを行い、器物損壊に当たる可能性もあるとみて調べています。